坂道グループには同期に敗北宣言をされるほどの美貌を持つメンバーがいます。同期から美しくて一目惚れしたと言われたり、笑顔を見るだけで照れてしまい目を見て話せないと言われてしまうメンバーもいます。中にはオーディションの段階で同期の美しすぎる姿を目の当たりにした時に自分の不合格を覚悟したというメンバーもいます。今回は美人すぎて同期が敗北宣言をした坂道グループのメンバー10人をランキング形式で紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。10位、松田好花。日向坂46 2期生の松田好花さんはオーディションの段階からその美貌で同期を圧倒していたメンバーの一人です。松田さんのレギュラーラジオ番組にゲストとして招かれた同期の丹生あかりさんは、オーディションで松田さんを初めて見た瞬間、この子はすごい、美しい、受かると直感したと話していました。さらに控室で松田さんを見て、うわ、はんなり美人だと思ったと笑い交じりに振り返りました。また公式ブログでもオーディションのことを振り返り、会場で松田さんを見た時に、はあ、なんで白くて細くて小さくてあんなにも美人さんなんだろうかと思ったと語っています。丹生さんの話ぶりから、松田さんにはその美しさだけではなく周囲に強い印象を残す特別なオーラがあることが伺えます。またはんなり美人という表現から、松田さんにはその見た目だけではなく雰囲気や立ち振る舞いから上品で落ち着いた美しさを醸し出しているということがわかりますね。そんな松田さんは複数の朝の情報番組で曜日ごとのレギュラーを務めており、朝の情報番組の顔としても広く認知されています。また2023年の10月からはオールナイトニッポンゼロのパーソナリティに抜擢されるなど、活動の幅を大きく広げています。松田さんはその美貌だけでなく持ち前の賢さも生かして多方面で活躍しているんですね。同期を圧倒するほどの美貌を持っている松田さんですが、これからもファンをはじめ多くの人々を魅了し続けていきそうです。9位、森田ひかる。桜坂46の2期生である森田ひかるさんもオーディションの審査段階から他の坂道グループメンバーを圧倒する存在感を放っていたメンバーです。同期である高坂まりのさんや乃木坂46の元メンバー早川せいらさんも、森田さんを初めて見た時にこの子は絶対に受かると確信したと語っています。森田さんは身長 150.5cm と小柄でありながら、吸い込まれるような大きな目を持ち、その魅力的なルックスでファンを引きつけています。高坂さんや早川さんもこの印象的な森田さんのビジュアルに圧倒されたのではないでしょうか。特に高坂さんは森田さんを深く尊敬し、推しメンバーとして挙げるほどに彼女の魅力を評価しています。高坂さんは森田さんをオーディションの三次審査で見かけた時からずっと推しており、その時のエントリーナンバーも覚えていると公式ブログで語っていました。またセレクションの時はホテルで同室になったけど、緊張しすぎてほとんど話ができなかったそうです。オーディション時のエントリーナンバーを覚えているというところからも、森田さんが圧倒的な美しさと周囲を引きつける特別な魅力を持っていることがわかります。森田さんはファンだけでなくメンバーにとっても憧れの存在なのですね。森田さんは桜坂46のデビューシングル、セカンドシングルで連続してセンターを務めるなど、今や桜坂46の中心メンバーとしてチームを牽引する存在となりました。彼女の小柄ながらも強烈な魅力はこれからも多くの人を引きつけることでしょう。8位、田村ほの。桜坂46 2期生の田村ほのさんも、同期に敗北感を感じさせてしまうほどの可愛さを持っているメンバーの一人です。乃木坂46卒業生の早川せいらさんはオーディション時に田村さんの外見に目を奪われ、この子は間違いなく合格するだろうと確信を持ったと語っています。また早川さんは配属を決める前のレッスンの際に田村さんと同じ部屋になり、朝に田村さんが優雅に本を読んでいる姿を見て、私このままだとどこにも配属されないわと感じたそうです。田村さんの可愛さはまさに同期メンバーを圧倒するレベルであり、さらに単なる外見の美しさを超えた圧倒的なオーラと存在感があったということがわかります。田村さんはその抜群のルックスでファンを引きつけ、3枚目のシングルではセンターに抜擢されるなど大きな成長を遂げました。そんな田村さんは朝の情報番組の曜日パーソナリティを務めているほか、バラエティ番組のゲスト出演やファッション誌の専属モデルとしても活動しており、その多彩な魅力と才能を桜坂46の内外で発揮しています。田村さんのさらなる活躍には大きな期待が寄せられていることでしょう。7位、金村美玖。日向坂46 2期生の金村美玖さんも、その圧倒的な存在感と美貌でオーディション段階から同期が敗北感を覚えたメンバーです。同じく日向坂46 2期生の丹生あかりさんは、オーディションの三次審査の時に金村さんとすれ違い、付き添ってくれた母にモデルみたいな子だねと話したそうです。さらにその時は金村さんのことを高校生か大学生かと思っていたそうで、中学3年生だと分かった時には、中3でこんな綺麗な子がいるんだと衝撃を受けたと語っていました。
二部さんのモデルみたいな子という表現だけでも金村さんがいかに美人かということが伝わってきます。また中学生だと知った時の驚きからも金村さんのオーラが非常に強かったということが感じられますね。また金村さんは2022年12月に写真集を発売しましたが、同期であった宮田真奈さんが YouTube でその写真集を手に取り、金村さんのお尻についていいお尻ですとコメントしていました。美貌だけでなくその綺麗なスタイルも金村さんが同期を圧倒する魅力の一つだということがわかります。金村さんは2021年10月に発売された日向坂46の6枚目シングルでセンターを務め、その才能と魅力を存分に発揮しました。金村さんの今後の活躍にはファンだけでなく多くの人々が期待を寄せています。6位田村真由。乃木坂46の4期生である田村真由さんもその大人っぽいルックスで同期メンバーを圧倒していることで知られています。特に同期の柴田優奈さんと松尾美優さんはオーディションの際に田村さんを目の当たりにして衝撃を受けたと語っています。また柴田さんは田村さんを高嶺の花でありみんなが憧れる存在だと絶賛していました。さらに松尾さんは田村さんのすっぴんの姿についても言及し、何も変わらない、この人はすごいと称賛のコメントを寄せました。柴田さんと松尾さんの話ぶりから田村さんの美しさは乃木坂のメンバーから見ても際立っており、いかに周囲を圧倒するものなのかということが伝わってきますね。田村さんは乃木坂46の26枚目のシングルで選抜入りを果たし、さらに乃木坂46版ミュージカル美少女戦士セーラームーンなどの舞台にも出演するなど、その多才ぶりを発揮してファンの心を掴んでいます。その美貌を生かして活動の幅を広げている田村さんは今後も多くの人を魅了し続けるでしょう。5位守屋麗奈。桜坂462期生の守屋麗奈さんも坂道研修生時代からその可愛さで他のメンバーを圧倒していたメンバーの一人です。特に日向坂46の山口春代さんはオーディション時に守屋さんの美貌に心を奪われ、美しくて一目惚れしたと語っています。このエピソードから守屋さんの持つ美しさが他のオーディション参加者にも強烈に印象付けられていたことがわかりますね。同じく同期の竹本結衣さんも守屋さんの大ファンであることを公言しています。竹本さんは冠番組で彼女にしたいメンバーとして守屋さんの名前を挙げ、笑顔が可愛くてニコッとされるたびに実は心の中で毎回キュンとしていますと告白し、守屋さんの笑顔には緊張してしまい目を見て話すことができないと語りました。それを聞いた守屋さんが実際に竹本さんの顔を覗き込むと、竹本さんは照れ笑いを浮かべながら顔を反らしてしまいました。同期のメンバーが目を見て話すことができないほど緊張するということから、守屋さんの可愛さが同期を圧倒するほどであることがうかがえます。また守屋さんはその美貌だけでなくパフォーマンスも高く評価されており、桜坂46の5枚目シングルでセンターとして抜擢された際にはその実力を存分に発揮しました。乃木坂46の卒業生であり絶大な人気を誇った生田絵梨花さんも守屋さんのセンター抜擢を称賛しています。今後も桜坂46の中心メンバーとしてさらなる活躍をしていくであろう守屋さんからは目が離せませんね。4位遠藤さくら。乃木坂46の4期生である遠藤さくらさんはオーディションの段階から後の同期の注目を集めるほど魅力的なオーラを持つメンバーです。遠藤さんはルックスの良さはもちろん164センチという高身長で、雑誌では9頭身と紹介されるほどの抜群のスタイルを持っています。そんな遠藤さんをオーディションで目の当たりにした同期の清宮玲さんや柴田優奈さん、早川聖衣さんなどはこの子は絶対に受かると確信したと語っています。遠藤さんのルックスの良さと抜群のスタイルは同期メンバーに彼女が合格すると確信を与えるほどの影響力を持っていたのです。早川さんはショールームで、作は受かるなと思った、もう輝いてたじゃん、可愛い子は可愛いとオーディションの時から遠藤さんがオーラを放っていたことを明かしました。このエピソードからも遠藤さんには特別な輝きや存在感があるということがわかりますね。その抜群のスタイルで存在感を示していた遠藤さんは乃木坂46に加入後、その美貌で周囲を圧倒し24枚目のシングルでセンターに抜擢されるほどに成長しました。さらにファッション誌の専属モデルにも挑戦するなど、グループ外でも活躍を見せています。圧倒的なスタイルを生かして活動の場を広げ、さまざまな人を魅了していく遠藤さんのこれからの活躍に期待が高まりますね。3位山崎天。桜坂46 2期生の山崎天さんもその圧倒的な美貌と存在感で同期を圧倒するメンバーです。グループ最年少とは思えない大人っぽい容姿や抜群のスタイルから放たれる魅力を放つ山崎さんですが、同期である高坂まりのさんはオーディション時に山崎さんが放つ圧倒的なオーラに引きつけられ、この子は間違いなく受かると強く感じたと語っています。さらに同期の清宮玲さんも
オーディションの話題になると真っ先に山崎さんの名前を挙げ、山崎さんがテストの点数を言っていたことを覚えている高志ていました。オーディション当時、山崎さんはまだ13歳で最年少でしたが、それでも同期メンバーから注目を集めてしまうオーラがあったのでしょう。清宮さんが山崎さんのテストの点数を覚えていることも、彼女の印象深い存在を物語っています。山崎さんは大人っぽい雰囲気と抜群のスタイルが特徴的でクールに見られがちですが、専属モデルを務める雑誌の撮影では、てんちゃんって実は人懐っこい、現場でもよく笑うし、モニター見ている時もピトってくっついてくるし、とお茶目な一面を見せることもあるそうです。このように独特のオーラを放つ美貌と意外と人懐っこいというギャップも多くの人を引きつける魅力の一つなのでしょう。山崎さんは桜坂46の4枚目シングルで初センターを務め、グループ内での絶対的な人気メンバーの地位を確立しました。彼女の魅力がこれからも桜坂46を支え、多くの人々を魅了し続けることでしょう。2位、久保志織。乃木坂46の3期生である久保志織さんも同期がその美貌を認めざるを得ないメンバーの一人です。乃木坂46 4期生の佐藤理香さんは久保さんを真っ白な美少女と絶賛しています。佐藤さんはオーディション会場を探していた際、久保さんの輝くルックスに衝撃を受けて、彼女もオーディションを受けるはずと思ったそうです。そして不慣れな土地であることから彼女の後をついていき、無事にオーディションを受けることができたと語っていました。また冠番組でも佐藤さんは久保さんについて、心が優しくて謙虚で顔も真っ白で天使かのよう、歌も上手で演技もできてダンスもかっこいい、モデルとしての久保さんも乃木坂46としての久保さんも人としての久保さんも全部素敵と大興奮して語っていました。真っ白な美少女という表現や輝くルックスに衝撃を受けたというエピソードから、久保さんの際立つ透明感や驚異的な可愛さが伝わります。また佐藤さんが久保さんの多彩な才能を絶賛していることから、久保さんの魅力は外見だけではなく、その人間性や才能にも及んでいることがわかりますね。久保さんは乃木坂46の32枚目のシングルで初のセンターを務め、さらに現役の乃木坂メンバーとして初めて NHK 大河ドラマに出演するなど、今では乃木坂46の顔といえるメンバーとなりました。同期を圧倒するほどの美貌と才能を生かして活躍の場を広げている久保さんは、これからもファンを魅了し続けていくことでしょう。1位、山下美月。乃木坂46 3期生の山下美月さんは、その圧倒的なビジュアルでデビュー前から同期に一目置かれていたメンバーの一人です。同じ3期生の久保志織さんはショールームでオーディションの時のことを振り返り、山下さんの美貌と輝く瞳を目の当たりにして、自分が不合格になることを覚悟して、その日の夜に明日帰るかもと母親に電話したと明かしました。しかもオーディションの時に山下さんが着ていた服まで覚えているというのですから、山下さんがいかに魅力的で圧倒的な存在感を放っていたのかがわかります。また同じく3期生だった大園桃子さんも、山下さんをオーディションで見た際にモデルだと思ったそうです。さらに久保さんは同期として乃木坂に入った際にも、こんなに綺麗な子がいたんだと思ったと語っていました。山下さんがオーディションの時からすでに周囲を圧倒するほどの際立った美貌や存在感を持っていたということが感じられますね。そんな山下さんですが、26枚目のシングルをはじめとする複数の楽曲でセンターを務めるなど、乃木坂46の顔として活躍するほか、その美しさとスタイルの良さが注目され、ファッション誌での専属モデルとしても活躍しています。さらに山下さんは自身の写真集が女性ソロ写真集として歴代2位の週間売上を記録するなど、その人気と影響力は計り知れません。山下さんは今後もその圧倒的なビジュアルで数々の人に衝撃を与えていくことでしょう。今回はその可愛さで同期をも圧倒してしまうメンバーを紹介しました。同期に敗北感すら味わわせてしまうメンバーは、美貌だけでなくその才能と魅力でファンを魅了し続け、グループ内外で活躍しているということが分かりました。見た目はもちろん、オーラや雰囲気でメンバーをも魅了してしまうメンバーの姿をこれからも見守っていきたいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。